のもこんにちは、あやねです。本日のテーマは練習の調子が悪い時にやりたいこと4選というテーマで話していこうと思います。誰しもね、練習していてなんか調子が悪いなとかスランプだなってね感じることってあると思うんですよ。まあない方もいると思うんですけど、私はあります。そういう時にね、気分転換とかも含めて息抜きができるかどうかっていうので、そのスランプとか早く抜け出せるかどうかっていうのが違ってくるなって思ってるんで、今日は調子の悪い時にやりたいことをね、私の独断と偏見ですけれども4つ挙げていこうかなと思います。このチャンネルではピアノとマインド、ピアノと仕事、ピアノの練習などというテーマで週に 3,4 回配信しているので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。ということで、調子の悪い時にやりたいこと、1つ目、散歩ってね本当にいいと思います。と言っても私も普段は家に引きこもってますし、今はね夏でこんなに暑いんで外にねあんまり出られないというか出ていないんですけど、ピアノを弾く人、音楽やる人ってだいたい家で引きこもってると思うんですよ。インドア派な方が多いと思うんですけど、楽器ね弾いてる時もずっとこうやって座ったままじっとしたりとか、立ったままこうやってじっとしたりとかねしている方が多いと思うんで、1日に1回は散歩に行くっていうのが理想だなって思います。散歩してると何がいいって、ぼーっといろんなことね考えられるんですよ。考えなくてもいいし、頭を休ませられるし、周りの景色とか見てね、あなんかこれいいなとか、もうすら見てるだけでもいいですし、あ雲が流れてるなとかね、そういうのでもいいですし、そうやることによって脳も休息できるし、しかも歩くからねちょっとした運動にもなって、よくわかんないけど滞ってた血液が流れ出すとかね、そういう感覚にもなりますけど、このくそ暑い時期に散歩するのはねちょっと逆にね危険な可能性もあるので、気をつけていただきながら散歩するか、私は家の中でヨガをやったりとか、あとストレッチとかやったりしています。もう本当にいいですよね。15分とかだけでもちょっとこうやって体伸ばすだけでもなんかいいリフレッシュになります。ヨガとかやってるのも呼吸に集中して脳を休ませられる感じがするので、いい気分転換になって、よしじゃあもう一回やるかみたいな気持ちになりやすいんでおすすめです。調子が悪い時にやりたいこと2つ目、ノートに書くっていうのはね私もよくやっているんですけど、私自身手帳とかノートとかがね好きなので、アナログ好きなんですけどよく書いています。書く時におすすめなのは、モヤモヤしたりとかね、うまくいかないなみたいな時とかにどんなことを書いてもいいんだけど、なんか今日モヤモヤすんな、なんでかなみたいなことを書いて深掘っていくことによってすっきりしたりとか、あと解決策がね書いているうちに見つかったりとかすることがあるので、書くっていうのはよくやってます。あと喋ってもいいですよね。書くのがめんどくさいってなったら喋るだけでもいいと思います。こうやって動画じゃなくてもピッて録音ボタンを押して適当に喋っていく、独り言を言っていく、それによって解決策が見つかることもありますし、自分の中だけでモヤモヤしてるんじゃなくて、まあ誰にも見せなくてもいいし誰にも聞かせなくてもいいけど、ちょっとね外に出してみるってすると、あじゃあこうすればいいんじゃないかとかね、あなんかすっきりしたわみたいな気持ちになるので、そうやって気持ちが切り替えられるのでおすすめです。リサイタル開催決定、概要欄からチェックしてね。調子が悪い時にやりたいこと3つ目、録音、演奏の録音ですね。録音録画を練習の時からやるっていうのはね私もすごいおすすめしてるんですけど、調子が悪いからこそ録画してみる、別にうまく弾こうとか思わなくてもいいから一回録画してみて客観的に聞いてみるっていうか、あ意外とここはいいのかなとかね、あここ結構好きだなとかいう箇所もね出てくることもあるし、ここがやっぱりあんまり良くないからどうにかしようみたいなのもね、まあ弾いてるだけでも分かっていた悪いことが客観的に聞くことによって何かヒントっていうかね、あじゃあこうしたらもっといいんじゃないかみたいなこともね見つかることもあるし、おすすめです。もう客観的に見るっていうことがね大事かな。調子が悪い時にやりたいこと4つ目、美味しいものを食べる、そして寝る、この2つですね。もう睡眠と食っていうのは生きている上で欠かせないんですけど、特に欠かせないからこそ大事にしていきたいなって思っているところで、好きなものを食べてちょっとホッとするとか、あと睡眠時間がね意外と足りなくなっていることっていうのがあると思うんですよ。私自身は適正睡眠っていうか、このぐらい寝たら元気になれるなっていう睡眠時間が7時間半から8時間なんですよ。最近疲れが取れないとか昼間なのに眠いなみたいな時って計測してみたら睡眠時間が6時間とかね6時間半とかなっていることとかあって、とりあえず疲れ取れんわなってなって、それでちょっと早く寝たりとかするだけでも全然違うし、意外と睡眠時間が足りていないこともある
るんで、そういう時は寝た方がいいと思います。もう最近ね、ポケモンスリープって出たじゃないですか。もうあれ私やってて、あれのおかげで自分の睡眠時間の見直しとかもできて、体調が悪いなって時とかは、まあ、6時間とかね、6時間半の睡眠っていうことがあって、まあ私は6時間半とかの睡眠じゃダメなんだなって気がつかされて、だったらもういっぱい寝て昼間に集中して頑張ろうっていう感じになったりとか、あとベッドに入ってからすぐに睡眠計測するから、ベッドの中でダラダラスマホいじったりとかするのもなくなって、すごい良かったなって感じで、なんか睡眠がメインになったけど、あと美味しいものをね食べるとかでもいいですね。まあ美味しいものじゃなくてもね、お茶とかね、紅茶とか、今の時期私ならアイスクリームかな、そうやってリフレッシュして、よしまた頑張ろうってなってます。はい、ということで調子が悪い時にやりたいこと4選もうひねり出していきましたけれども、いかがでしたでしょうか。何か参考になることがあれば嬉しいです。アンニャの音楽の話をもっと聞きたいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、そして高評価、 SNS のチェックもぜひお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。アンニャでした。バイバイ。